ニコライ・ホジャイノフは、ロシアのクラシック音楽のピアニスト。ロシア極東のブラゴベシェンスク生まれ。父は軍人、母は小児科の医師で音楽とは無関係。5歳の時に早期教育プログラムで音楽の才能を見出された。母親が医師として行く幼稚園などで勝手にピアノの練習をしていたが、その後10ヶ月のピアノコースで学ぶ。同コースの先生から、 モスクワで勉強を続けなさい。と言われ、6歳でモスクワに移住。ロシアンピアノスクールの優れた継承者とみなされ、私的な音楽性とビルトオジティで評価が高い。日本でのマネージメント事務所はオフィス風が5歳でピアノを始め、その才能を見出された。その後モスクワ中央音楽学校で勉強を続け、7歳の時、モスクワ音楽院大ホールで ヘンデルのピアノ競争曲を弾いてデビュー。2010年からは、チャイコフスキー記念モスクワ音楽院で学び、最優秀生徒メダルを授与されて卒業。現在は、ハノーファー音楽大学で、アリエバールディ教授のもと学んでいる。セルゲイラ・フマニノフを作曲家としても、ピアニストとしても尊敬している。これまでに、ニューヨークのカーネギーホール、リンカーンセンター、ロンドンのウィグモア、ホール、 ワシントンのジョン・イフ・ケネディ・センター、パリのサルガ・ボー、シャンゼリゼ劇場、ルーブル、モスクワのチャイコフスキー・ホール、東京のサントリー・ホールなどで行われた。2018年1月15日東京、港区のサントリー・ホールで行われた、ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤー、コンサートにて、天皇、皇后臨席の元演奏をした。これまでに、東京交響楽団、 シドニー交響楽団、ワルシャワ国立フィルハーモニー還元楽団、チェコ国立シンフォニーオーケストラ、ロシア国立オーケストラ、読売日本交響楽団、アイルランド国立交響楽団などと共演している。ありがとうございます。